どんぐり FM。 どうもなつめぐです。どうもなるみです。最近どうすか？最近なんか僕あんままだ、分かってないんですけど、うん、外出ていいんですかダメなんですか？いいと思うけど、うん、出てもやることがあんまないよね。ああ、それはそれである。うん、この前というか昨日とついぐらいに、うん、すき家に行ったら入れませんって言われて。あ、それ8時以降じゃない？そう、もうそんな時代。そう、あのね、8時以降に入れる場所は今はもうないよね。びっくりしちゃった。そうなんだよね。最近何してるんですか、なるみさん。なんだろうな、僕最近さ、また老け込んだ話をしますけど、40になったスタじゃないですか。そうするとあれ、そろそろ僕は前役なのかなと思って。お、よく言うじゃないですか、41、2、3ぐらいってさ、男性は結構そのなんだろう、役年みたいな。ああ、はいはい、なんかそういうのありますよ。あるよね。だからあれ、そろそろかなと思って調べたら翻訳ど真ん中みたいになっててさ。へえ。なんか数え年って言うじゃん、ああいうの。うん、僕ちょっと全然わかんないです。いや、俺も全然わかんないんだけど、自分の今の年齢プラス2歳なんだって。だから僕今40なんだけど、あなたは数え年42歳でめちゃめちゃ役年ですっていう風に出てきたので、役払い行ってきましたよ。お、何するんですか、役払い。役払いね、僕初めてああいうの行ったんだけど、結構面白くてさ、まあ役払いだから基本厄除けみたいなお払いしてくれるんだけど、プラス1個なんかお祈りしていいですよって言われたの。え、そんななんか自由に願い叶えてくれる。そうそう、なんか80個ぐらいのリストがあって、健康とかさ、商売繁盛とか80個ぐらいあるのよ。そんで僕はまあ健康かなと思って健康選んどいたんですよ。で、同時にその広いそのお寺の中で多分20人ぐらいが42歳の人が集まって役払いしてんだけど、住所を言われるのね。住所の名前書くから、なんだろう、東京都練馬区鳴宮と吉は健康なんだろう祈願をみたいなこと言うのよ。一人一人読み上げていくの。はい、はい、こうなんかちょっとした個人情報が読み上げられるんだけどさ、大体の人は健康ね、健康に願ってんだけど、たまに中小企業診断士合格後みたいなさ、はいはい、割といろんなプライベートなお願いする人もいて、それをみんなうつむきながら聞いてんだけど、ちょっと笑っちゃうんだよね。そういうなんか不思議な回でさ。いや、でもね、終わった瞬間やっぱ霧がパーッと晴れたかのような、役が取れたって感じがしましたね。それ昔安住紳一郎の番組で、日曜天国で、うん、はいはい、マジで同じこと言ってて、多分安住紳一郎も40になって言ったのかな。で、安住紳一郎は知らずに、うん、当時すごい嫌いだった女の人のこととかを長文でむちゃくちゃ書いたらアナウンサー何々の、そうそうそう読み上げられんだよマジで。そうそうそう、で付き合うだの付き合わないだのみたいなのを、そうそう、他に好きな人がいるたもうことなかれみたいな読まれたっっ。マジでね、あれね、具体的に書いちゃう人もいてさ、そう、死にたくなったって言ってました。いや、すげえ個人情報であれ、お祈りだからさ。杉並区の〇〇さんは、あ、そう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 、今度中小企業診断士の試験受けるんだって分かっちゃったしさ。そう、個人情報だっていうのをね、うん、港区に住む、そうそう、安住紳一郎って言われたっつって困ってたって言ってましたよ。あれね、何々区何々町まで読み上げんの、うん、部屋番号まで言わないけど割と読み上げるからさ。いや、なんか恥ずかしくて、どうしようこれ知り合いとかいたらと思っちゃったもん。え、その時なるみさんは何を依頼したんですか？いや、だから僕割とその匿名性のあるなんか健康祈願みたいな、一から国家選んでねみたいな選んだんだけど、中には選ばない人は自分で書いてもいい。私も朝日新聞の編集長に早く転職し、バズフィードをやめ伊藤大地の後を細けいや、でもそういうのさ、はい、なんかあえてさ、人を笑わすために書き込むのいいよね今年はうんこを漏らさないようにしたいみたいなことをさ書いてさ、読み上げられたらさ、周り吹いちゃうでしょ。これね、面白かった。これまた行きたいなと思ってさ。また行きたいとかあるの？月1で行きたいわ。これちょっとよかったよ。でね、5000円とか払ってちゃんと厄除けってお札もらってきて、まあ、それやるとなんかね、あ、やることやったし、まあいっかみたいな感じになるのが、ちょっと気分晴れるのがいいですね、厄除けってのは。どこでできるんですかそれは？もう結構あちこちの神社でやってるから、よくなんだろう、厄除けで有名な神社ってあるじゃん。西新井薬師だ、川崎大師とかさ、
そういうの有名だけど、そういうのじゃなくても全然地元のところでできる。何？神社？神社神社。お寺？神社かな？と、しかも僕はちょっと効果を上げようと思って着物着ていきました。お、それ？今着てるやつ？これアーパホテルの浴衣だよ。今アーパにいるからさ、着物着ていくとさ、より効きそうじゃないですか。神社のなんかそういうお祈りが。そうなのかな。ちょっと形から入ってった。それって何ですか？よし、厄払いに行こうって思うんですか？思うね。なんかさ、風の時代とかってぶっちゃけどうでもいいんだけどさ、うん、42歳になると割と体にガタが来て病気しがちみたいな、そういうのってさ、これまでみんなそうだったみたいな積み重ねがあるからちょっと気になっちゃうよね。それは何？ググって、お、今年じゃんってさっき言ったみたいに毎年ググるんですか？それは。いや、なんとなく把握してる。40ぐらいだったよなって。そうそうそう、なんか40前半だったよなと思ってググってみたら、もう来てたっていう感じだから慌てて行ってみた。20代30代の時別にそんなのあんま気になんないんだけどさ、ちょっと気にしちゃうよ ね。それって男性と女性で違うってこと？ちょっと違うね。ちょっと今時の神様もそんなのダメでしょ、もう。そんな、それってさ、ジェンダーとかじゃなくてさ、いやいや、紅白男女で分けて怒られるぐらいなんだから。神様、まあなんか体調の問題だからいろいろやっぱ差はあるんじゃないの？それで傷つく人がいるかもしれないですよ。いないだろ別に。いやいや、いない、私はどっちの役だっつって。あ、それどうするんだろうね。ね、まあそれは好きな方を取ればいいんじゃないの？ほら、今時っぽくないな。でも男性は23、24、25も同じような感じがあったらしいんだけど、全然意識してないじゃんそんなの。全く、うん、いや僕もそうなんですけど、まあ40ぐらいだとちょっと意識してしまうなと。まあ夏目さんも行ってみたらさ、なんか変なお願い事言ってみて。それ何人ぐらいいるんですか、その場に？まあ多分日によるんだろうけどね、俺土曜日に行って、うん、昼間の2時ぐらいの会で15人ぐらいいたかな。一緒にその同年代ぐらいのおっさんたちが。そうそう、同年代の人たちだね。まあ男性女性もいたけどね。女性だとなんか若干違うんですよね、多分ね。そうそう、33とかなのかな。だからやっぱあれよ、神社もさ、まんべんなく設けられるようになってんじゃないの？うんうん、毎年ね、常に誰かしら厄年になるようにさ、いろいろ買わされるもんね、やっぱね。それは何？この絵馬を買うと厄年いいですよみたいな。あ、そうそう、うん、あのこっちのなんだろう、お札も同時に飾る方がより効き目がありますよみたいに言われてさ、まあ、ここまで来てあと1000円だったら払っちゃうんだよね。まあ来たしやるかみたいな感じです。どこのお寺が一番強いとかあるんですか？伊勢神宮が強いとか、なんかあの、いや伊勢神宮強いでしょやっぱ。出雲大社がやばいみたいな。出雲大社はなんか縁結びだよね、なんかね。何にも知らない。伊勢神宮強そうじゃないですか。いや全然わかんない。やっぱ昔からさ、みんな参拝するじゃないですか、うん、伊勢って超強そうですよね。まあ、あと明治神宮とかあるんじゃないの、近場だから。そういうとこは毎日やってんだよね。厄払いね、全然何にも気にしてないや。おみくじとかやんの？俺おみくじは全然 やる気しないんだよな。あ、おみくじは好きですよ僕。あ、そうなんだ。うん、厄年ね。うん、何年に1回ぐらいあるんですか？12年に1回ぐらい。20年に1回だね。うん、僕らはね、その42のが終わったら次61とか2だね。だその年代の人もいたね。なるほどね。うん、ちょっとね、僕ね、今年もう一回ぐらい行こうかなと思って。とても面白いイベントだったよ。かしこみー、かしこみーってやつですよね。そう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 。かしこみ、かしこみ言い出すと、そろそろ終わりが来るっていうのは分かってる。あ、そうなんですね。うん。後半に言う言葉だから、ほっとする。バズフィードを退職し、朝日新聞に。転職。バズフィード退職し、朝日新聞行くコースってのは、割と異例だと思うけどな。朽木さんと大地さんでしょ。私も可能であれば、Google に古田さんの後追いみたいな。かしこみー、かしこみー。いや、そういう具体的なのいいよね。いい。うん。あ、でも Google 行くとかは結構かっこいいじゃないですか。ガファに行きたいみたいなさ。願望。ガファとかいいね、なんかね。神社なのに。横文字言いたいね。言いたい、言いたい。いやいやいや。厄払いね、皆さんね。これを聞いている方は、どんぐりがね、なんだっけな、この回を翻訳の時に聞くと、確か、厄払いになるんだったっけな、なんかそんなのがね、聖書か何かに書いてありましたけど。めちゃくちゃ混ざってんじゃねえか。いや、でも、ああいう時にさ、めちゃめちゃ変なお願いとかしてみたくなったなと思ってね、うん、やるやついいんだろうな、多分。
いや、いるでしょう。絶対いるよね、愉快犯がね。うん、絶対いる。自分の名前をなんか芸能人名前にしちゃってさ、あーバーってみんな振り返ってくるみたいなね。私、木村拓哉はーって。およおよ不動静香とお別れーみたいな、おおって。なんかそれもう神主さんに怒られそうだよね。怒られる。提出の段階で。怒られる。怒られる。それって住所って日本じゃないとダメなんですか、うん、いや、別にそれは何も言わなかったから、アフリカでもいいんじゃないですか。ガーナのアクラみたいなことでもいいんですか。いいと思うよ。うん、ガーナのアクラ在住、夏目殿、かしこみーかしこみーみたいに言われる。いいけどもう何の引きもないだろうね。うん。うん、でもね、こうやってふざけてはダメ。いや、ほんと。うん、あのね、割と皆さん真面目に言ってるからね。そう、神聖なる場なので神聖に行きましょう、うん、なのでね、僕と同い年の人はぜひ行ってみるといいですよ。ぜひこれを聞いた人は一度行ってみてください。厄払いを進めて終わると思わなかった。